さあ、お間村から英雄が出た気がするが、こんにちは。反乱の種はかつて兵役についた者たちの手によって未然に取り除かれた。何気にこういう一般兵キャラが主役張るの面白いよね。女王エリンシアを慕うチャップとネフェニーは事の深刻さを彼女に伝えんとして王とメリオルを訪れるのだった。それで訪れられるっていうのもすごい話だよな。国のトップに会いたいんですけど、ええやでーみたいなね。はい、なんだかんだ3年前の絆ってのは深いのかもしれん。いやいや、そんなもったいない。チャプたちの話でようやく確信できたな。やはりほう、無断で砦を建造したり戦闘訓練を施したりしているとやりたい放題だぜ。バレバレじゃねえか。そうだな、確証を得てない情報を伝えることほど愚かなことはないぞ。すべて私の責任です。重く受け取るんじゃない。そりゃしゃあないぞ。年がいっとる連中の言い分なんじゃが、弱い者でも生きやすい国を作ってくださってるいい女王様じゃ。まだお若いし日も浅い、戸惑っておられるようじゃけど、前の王様のようにいい世を行ってくださるに違いねえと期待しとるんですよ。そうだぞ、若い者だって全てが不満を持っとるわけじゃないんです。こういう皇帝の意見ってのはなかなか本人の耳に届かないもんなんだよな。悪い意見はすげえ届くんだけどね、騒ぐもんだから。まだ証拠が足りない。お、ルキノさん、さあ、ついに拠点来たぜ。会話、ヘザー。お、あ、ヘザーは無理だったのか。すまんねえ。おお、チャンスを潰すなんて許せない。どうやってこれを締めてやろうかしら。けど、ちぐはぐなところがあるんが人いうもんじゃからな。完璧なんは女神様ぐらいじゃねえかな。ここも深いな。おう、諜報活動。お、秘密を探り出すのは得意中の得意です。ネメニちゃんの親友です。お、美しい女王陛下のためにぜひぜひお役に立ちたいです。とっても素敵なルキノさん、テンション高いな。お、来たな。なんかさらっといたな。ほう、舞台を連れて戻ってきてもいい。あいつらめんどくせえからな。これまでの関係を思えば理解できる。こう、民の心を惑わせて反乱とは、ベオクは随分回りくどい真似をする。お、ラグズの方と共に。リアネ姫、一緒に行く。では当然このジーメも。ありがとうございます。忙しくなってきたぜ、エリンシア。内緒。ここだけはもう、なんというか姉妹みたいなもんだな。魔除け、ドーピングアイテム。ジャフレ将軍、特効薬、こんな貴重なもの。
わないで済むならそれでいい。持っていてくれ。頼む。ほんと使わなければ、使わなくて済むならいいんだがな。あざっす。さて、買い物はできません。で、魔除けを、一応、他の人に渡しておこうか。って思ったけど、今はええわ、まだ。さあ、行こうか。支援つけれる。この二人かよ。ないよりマシじゃね、とりあえず。よし。ルキノさん、支援、そういえば地属性か。その辺は優秀だよな。ボーナス経験値があるようでないぜ。行きましょう。フェリーレ城。ほう、すべて私の指示通り。ルドベック。ほう、ラグズのお客様方にフェリーレの果実の素晴らしさについて。ほう、現地で本物を味わっていただく。ほう、なんか気持ち悪いぜ。その夜、ガサゴソ、ガサゴソ。ほう、あっさり見つかったぜ。うん？リアーネ、ニアルチ。ほう、ついてきちまったか。そう、あなた方にもしものことがあれば、本当に。来る。ほう、あまり多い数ではない。つまり完全に塞がれてるわけだぜ。さあ来ました。索敵マップなんだな、これ。後ろからも増援は来ます。なので、どうしたもんかな。死にたくねえな。上からも来るだろうしよう。とりあえずラグズの皆さんは少々こういう時不安なので下がってもらうしかあるまい。一応後ろ見とく。誰もいないね、今は。リアーネ姫も後ろへ。いざとなったらモーディでぶちかますから安心しろ。で、環境、間違えた。環境を一旦オンにしますね。で、チャップ。そして、ルキノさん、鉄拳。で、ネフェニーをここに置いて少しだけ移動しづらくしてやるか。どう動くかね、お相手し。正面から来た。鋼の槍。ふん。オリエ。武器レベル上昇。さあ、ルキノさん、かっこいいぜ。ふう。それ、えらくイケメンだな。だいたいチャップに来る。長い槍、機関。俺は武装解除。チャンス到来。ノーリスクで殴れるぜ。にしても、手斧も手槍もないのが辛いところだな。機関。いっぱい来たなぁ、ずいぶん。毒。ちょっと数減らした方がいいね。
上からも来てるよ。随分と忙しいマップになりそうだぜ。オッケー。うわ、これやばくね？1ターンでここまでのピンチにされるとは。どうやら出し惜しみをしている暇はないみたいだな。こっちはなんとかしますが。ほら、まずは安全確保を第一に。ネフェニーの余裕がもうないからね、回復しなきゃ。シャップの左下に置けばいいから、一旦ちょっと掃除させてもらうぜ。行くぜ。おれ、経験治療としてはかなりしょっぱいが仕方ない。で、化身の石、歌ってもらって、レテは守備18でルキノより硬いのか、すげえな。まあ化身時限定みたいな特典ではあります。お覚悟。おれ、よし。何気に猫初参戦だな。おお、視界も広いぜ。で、ステータスはこんな感じ。ニアルチほどの速さもあるわけじゃないし、割と普通だな。モーディはこれが倍になる。守備が32になって破格だな。星見るのニアルチ強えな。では、ルキノさん持ち場に戻ってもらいまして、ちょっと削らないとやばいな。いざ！はい！一手当たった！せい！かなりちょっとやばい感じだな。傷薬持ってるか。直さねば。で、後ろのヘザーさんはそこに残ってもらいます。後ろから敵が来たらやばいからね。そこを見ておいてもらえると非常に助かるんだが。よし、ナイス。オッケー、解除。なんだかんだチャップ頼れるな。ありがてえ。さっき育てておいて正解でしたね。ただ少々体力が不安か。弓ばっか打ちやがってよ。ちょっとでも直そう。ではどうすれば効率よく撃破できるか考えていきたいところだが、まあとりあえず潰す。失礼しちゃうぜ。よし、これで弓だけになったね。一旦環境をオフに戻します。毒が面倒だな、こうしてみると。一体だけこっち来てほしいね。ずっとこのままだと自利品だ。
来た、まんまと釣られやがったぜ。毒がつらい。鉄拳、よし、オッケー。ではネフェニーちゃん、ここで傷薬リアーネ添えて、一応ここ火つけとこう。あの火が消えたら上やばいってことだしね、わかりやすい。おいおいおい、いきなりやべえやつ来てんじゃん。やばいって、死にかけてたわ、怖いわそ、ちょっとちょっと、それはいかんでしょう。エルサンダーだからマジで怖えな。傷薬、歌って。魔法は苦手ですからね、シャレにならず。よし、まあさすがに魔法使いが何度も連続してくる確率はこのゲームにおいては非常に低いので、チャップ前に出していきます。で、後ろが怖えな、これ。いよいよ持って一旦レテ下げるか。どっちにも行けるようにしておいて。いらっしゃいませ。くっきり見えてるぜ。ではどうしてやりましょうかね。まずはニャルチで削らせてもらいましょうか。こうしてみるとやっぱドラゴンって強かったんやなってなりますね。どう動かそうかな。こうかな。と思ったけど違うか。とりあえずこいつは潰すわ。とりあえずチャップここに残していく。松明いいもん。別に無理して必ずしも再移動させなきゃいけないわけでもないが、よし。後ろからもう来ないといいんだけどね。よし、では数減らしていくぞ。必殺2がシャレにならないね。ニャルチ見づら。いや、痛え。ゲージがもうなくなっちまう。一応塞いでおこう。鉄拳、ナイス。少々余裕がありすぎるぐらいだったね。よし、さっきのチャップの魔法使い連続登場は少々焦ったが、もう安全でしょう。一応体当たりしとくね。よし、治った。リアーネをちょっと後ろの方に置いて、傷をちょっと治してもらいつつ、チャップで慎重に1マスずつ前行きましょう。松明使ってもいいけど、まあ焦る必要もない。後ろから来るかもしれないって状態ですしね。前ばっか見ずに上も見ろよ。来ないね。リアーネが直してくれるからありがたい。直った。一応モーディで塞ぎ直せ。来ましたね。いやね、すまんね。
無理させてるぜ。まあちょっとレテの回復をこれで賄うのは少々時間がかかりすぎる。1,2,3,4,5 ここかな。おいでおいで。またヘザーで取ってやるよ。時間かける分別のところで得していかないとな。よし、治った。一応塞ぐ準備。1,2,3,4,5 大丈夫ですね。カモン来た。よし、もらうぜ。何、まさか。お前重すぎるわ、それちょっとないわ。分かり合えないわ、畜生。ならば潰すね。レベルアップ。チャップは止まらない。どこまでも農業を続けていくからね。マジ強えな。いい伸びだね。マニアックの経験治療の少なさを自身の成長でカバーしている。カモン来ないね。こっち、こっち行こう。少しずつ行きます。来たぜ来たぜ。毒か、また。ん？長い弓いるっぽいな。まあここでちょっと松明でも使ってみますか。うおー、思ったよりいっぱいいるやん。1,2,3,4,5,6,1,2,3。ヘザーの左いけるか。1,2,3,4,5,6。ダメだね。さすがにちょっとまだ受けたくはないな。強一旦交代じゃ。調合薬使ってもいいでしょ。調合薬かな、どっちでもいいぜ。1,2,3,4,5,6,7。ヘザーさん危ないよ、下がって。その弓重いだろう。法則16。あ、そうでもねえか。畜生、やってくれるぜ。よし、ネフェにありがとうや。オッケー。いますね。直してもらったか、あれ。痛えよ、ひどいことする。やっぱりチャップを前に出して索敵させて正解ですよね。敵が思ったより強えんだわ。よし、こいつは上級職じゃないから移動が1マス足りん。間違えたー。1,2,3,4,5,6。まあ一応ちょっと待って、見とこう。消してどうする。1,2,3,4,5,6。大丈夫ですね。